こんにちは、ユミです。今日はアラフィフの私の何でもない一日を皆さんにお見せしたいと思います。ダイエット5日目、ちっとも体重が減らなくなっちゃって、もう本当にイライラします。ダイエット5日目、朝からお散歩に行ってきます。普段は自転車に乗っています。歩いたことがありませんでした。こんなに近くに素敵なお花がいっぱい咲いていることにやっと気がつきました。お散歩を始めてよかったと思うことです。暑かったのでシャワーを浴びました。シャワーを浴びていると猫がいつも待っています。ミミ、待っててくれたの、ありがとう。お風呂待ってよ。お顔のお手入れはこれ一つです。チフレのオールインワンジェルです。ネイチャーコンクも使うことがあります。髪の毛はこのオイルです。パッケージが目立ってたので取っちゃいました。若い頃はあんなに髪が多くて剛毛だったのに、アラフィフになってすごく細くなってしまいました。丁寧にとかそうと思ってブタ毛のブラシで毎日ブラッシングしています。猫がお腹が空いたのでご飯の催促に来ました。お腹空いたの、お腹空いたの、こんにちはか。無印の段ボールの箱の中がお気に入りです。シスコーンとプロテイン入りのグラノーラ、これが朝ごはんです。猫はいつも窓の外を見ています。ちょっとお砂糖の入ったコーヒーだったんですけど、ダイエットしてるので捨てることにしました。痩せなくちゃ。結構家事をするのでネイルがすぐに取れてしまいます。ネイルを落とします。この作業が嫌なんだよね。お掃除をしていきます。毎朝散らかっちゃいます。キッチンの洗い物をしています。狭いキッチンで本当に大変。お昼ご飯です。図書館に出かけます。 UV はトーンアップ UV エッセンス、スキンアクアを使っています。 3COINS の550円の帽子をかぶっていきます。無印のエコバッグを持っていきます。ダイエットを始めて歩きやすい靴を買いました。図書館まで行ってきます。自転車に乗っていたらこんな綺麗な花が咲いてるのに気づかないんですよね。きっと他のこともそうかもしれませんね。特急電車だけに乗っていたら見過ごしてしまって気がつかないこともあると思います。各駅停車に乗ることも大切ですね。え、なんて読むの、一瞬わかんなかった。図書館にやってきました。今日は欲張って7冊も借りてしまいました。無事に借りれました。さてお家に帰ります。ツツジが鮮やかでとっても綺麗でした。スーパーに立ち寄りました。小松菜がなんと39円でした。そしてカルピス発見。これは体脂肪を減らすカルピスです。しかもゼロカロリー。買わなくちゃ。ただいま。さて、カルピスを飲んじゃうよ。喉乾いた。痩せるかな、飲んだら。借りた本はこれです。これからカルピスを飲みながらゆっくり読書します。読もうと思ったんですけど、暑かったからもう一回シャワー浴びちゃいます。今日は2回目のシャワーで、バスタオル代わりに使っているのは赤ちゃんの沐浴ガーゼです。お洗濯をします。お洗濯はたまらないうちにやっちゃいます。そしたら簡単ですもんね。これは今日のおやつです。無印良品の小魚&アーモンドです。
皆さんお仕事は戻られてますか？私はまだ派遣のお仕事が再開していません。その間にオンラインセミナーをやったり次の企画をしたりしています。 YouTube も編集したりしていて意外と忙しい毎日を送っています。今日の夕飯です。今日の夕食です。もやしと野菜とあと韓国海苔ごまをかけました。あーなんかこってりしたもの食べたい。餃子食べたい。ダイエットは始まったばかりです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はアラフィフの私の一日をご覧いただきました。このチャンネルでは私の新しいお仕事や猫と暮らす様子、日常のたわいない毎日をご紹介しております。時々ハンドメイドなんかもやっちゃってます。よろしければチャンネル登録お願いします。ツイッターもやってるのでフォローお願いします。毎日更新しております。コメントも励みになるのでぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ユミでした。バイバーイ。